やあ、刹那圭介だよ。樹木。前回で、バッドエンドとノーマルエンドをクリアしました。今回は、トゥルーエンドの見方、っていうかトゥルーエンドへの進み方が分かったので、それをやっていきたいと思います。というわけで、その部分までカットしたいと思います。はい、ここですね。ここで、何だったかな？これは前の選択肢で、てんてんてんの、まあ、ノーマルの方を選んだんですけど、ここでも、この右と左の選択肢でも、分岐に関わっとったみたいですね。俺、右選んだ。左。くっ！はぁ、はぁ、大丈夫？さえちゃん。なんでお前そんなに笑顔やねんってなるよな、もう。さすがね、さえちゃん。あなた、誰？ん？誰って、弥生よ？あなたの友達？いや、あなたは弥生じゃない。お？些細なことかもしれないけど、弥生はだって私のことをちゃん付けで呼ばないよ。ふーん、そう。これ以上は無駄みたいね。あなたの言う通り、私は偽物よ。ふふ。よく気づいたわね。消える前にいいことを教えてあげる。弥生ちゃんはもう、あなたのわがままに付き合いきれないって、一人で帰るって言ってたわ。え？はぁ、はぁ、怖かった。結局この鍵ってどこの鍵だろう？鍵のついてる場所。小さな鍵を入手しました。って感じですね。うん。こっからは初見なんですよ。今のは実況者さんの動画で見た範囲やけど、こっからどうなるか全然わからん。弥生と、多分弥生は生きとんかな、わからんけど、帰ったとか言うけど帰ってないパターンだと思うよな。一応部屋全体調べてから、鍵開けに行こうか。一人で逃げる。何？いや、来ないで。じゃあ、この時は、この辺りは一緒か。で、逃げて、で、ここで。はい、だ。はい。よいしょ。で、ここに来たわけだ。はぁ、はぁ、もう追ってこない。もうやだよ、こんなところ。一人で来たな。本物弥生出てきた。さえ、さえ、どこ？あ、弥生、ここだよ。さえ、よかった。弥生、行こう、さえ。こんなところ、早く出よう。うん。お、本物の弥生が仲間についた。うわ、エンディング3つで、それぞれ違うやつが、パーティーに加わってここ入るんだ。すごいな。ってことはもうこのまま行ったらトゥール行けるんかな。あ、タッチ切りバサミ。ん？そんな大きいハサミ。どうするの？ハサミでいいんか知らんけどね。もしかしたら役に立つかもしれないよ。これは悪いものを浄化する力があるの。へえ。でも気をつけてね。そんな大きなハサミ。うん。拾えた。とうとう拾えた。そうか。ノーマルとバッドの時は、パーティーに加わった人間が敵の勢力だったけんな。拾わんっていう選択肢になってしまったんやな。あれは、何かわかるかもしれない。バレないようについていこう。ドゥ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 、よし。バレんかった。問題なかった。まあ、メモの内容は変わるな、さすがに。百メッキ。銅メッキだったな、これ。もう、ちゃんと読む。ちゃんと最後やけん、ちゃんと読むよ。銅メッキ。
ここの一族のことだね。さすがに覚えたげんな。百名記で同名記って読むことはさすがに覚えたげんな。もう最後やけんな。もう同名記って読むよ、同名記って。どう読めそんな感じだったけど、同名、どう読めだったけどな。同名記って読むのも。なんかすっごい俺、変なこと言ってる。スイッチオン。で、戻ったら勝手に飛ばされる。で、なんかアイテムがあるっていうのはいつも通り、同盟家のメモ。盗みはいけないけど、何も殺さなくていいのにね。何も殺さなくていいのにね、か。発音が違う、発音が。何も殺さなくていいのにね。その何もの意味、使い方が間違ってるパターンのやつやん。逃がさない。逃げる。逃がさないって言い切る前に逃げるって言う。何ここ急に空気が重くなった。で、ここでセーブと。まあ、これは完全に好きな人と、好きな人と、つまり、弥生人ならいける。あ、ちょっと、弥生、変なのがいるよっていうところをパッと飛ばしてみました。すみません。カットしたのは、なんだっけ、玉手に入れる魔法陣のところ4つです。あそこは、弥生のセリフがないんで、ちょっと、一瞬なね、カットさせていただきました。変なことは言わないでよ。まあ、こんな感じで、ここまで来たと。あとは、あいつに会うのみ、じゃないかな。あ、これがあったわ。さえ、この一番下の名前って、お母さんと同じ？いや、偶然だよ、きっと。ん？どうしたの？おばあちゃんの名前もある。去年、原因不明の病気で亡くなった？うん。この名前の横の日付って、おばあちゃんが亡くなった日と同じだ。じゃあ、サエは、同盟系の一族ってこと？でも、それなら、サエが追われてるのもわかる。サエが七代目？でも、目的は何だろう？誰が仲間についても目的は何だろうって出てくるんやな。この先に行けば何か分かるかもしれない。でも、これ以上は危険だよ。でも、もう後には戻れないよ。先に進むしかない。扉が開いた。3回目でもちょっとビビりますね。で、ここ来た。謎の手記。7代目って私を殺せば一族に出かけられた呪いは解かれるってことなの？で、ここに水晶かもしれんけど玉を入れる。で、穴開く、入る。ここだ。随分と狭いところだね。ここ長い時間いたら気がおかしくなりそう。視線が多くなった。ああ、弥生霊感あるけん。霊がたくさん見ているんだ。弥生ちゃん、霊に人気だね。ヒューヒュー。俺も弥生ちゃんみたいな子好きだけどね。特にショートヘア好きなんだ、俺。早くここ出よう。待って、大丈夫。ここに答えがあるはずだから。大丈夫かな。あ、さえ、ブレスレットが外れかかっているよ。ああ、こんなとこで選択してくれん。これどっち？あ、どっちも見たいけど。これぐらい大丈夫だよ。ブレスレットってお守りみたいなもんじゃなかったっけ？だったら、これぐらい大丈夫だよ、選ばな。よく自力でここに来たな。あなたは誰？私は同盟家初代当主だ。こいつが私の先祖？最後だ。お前で。何が最後や。このハサミでやつを。あ、ハサミで戦おうとするんだ。ダメ。サイが言ったらサイが飲み込まれちゃう。いや、これは私の家の問題。私がケリをつける。いやー、ふふ。愚かな。サイ。
あれ、ブレスレット外しとった方が良かったパターン、これもしかして。嘘やろ嘘やろ、ブレスレット魔除けの効果とかないんか、なかったっけ、クソ。まあ、どうなると思うから、まあポケットにしまっておこうかなって思うんですよ。あ、ほんとだ、ポケットにしまっておく。これでよしと。うん、ようこそ、よくここまで自力でね、来ましたね。ああ、お前どっかで見ることある？俺のシミュレーション通りや。あなたが私の先祖なの？いかにも。あ、知ってる、百名家の初代当時ってのわかってる。何が目的なのよ、早くここから出してよ。そういうわけにはいきませんよ。やっとあなたで全てが揃うんですから。あれ、さっきとちょっとイヨコと違うでないか、お前。お前イヨコと違うでないか。ふざけないで、あんたの遊びに付き合ってる暇はないのよ。お遊びではありませんよ。しかし教えるつもりはない。くっ、このハサミで倒せるかもしれない。さえ待って、私が行く。え、弥生が、弥生が行って生きるん。え、弥生行って、お願いします、お願いします。私が先に行って踊りになるよ。さえはその隙にそのハサミであいつを。でも弥生が危ないよ。大丈夫、私死んだりしないから、信じてさえ。え、何、弥生なんだ、異能生存体な。どんなに死ぬだろうっていう出来事とかあっても生還するっていう異能生存体な。キリコキュービー、分かった。いやー、え今何、今の光何、何やったん。ね、何のスタンドなのそれ。く、貴様神崎か。さ、さえ今よ。くー、やよい、く、いやー、ほらー、くー、く、捕まった。く、まさかこんなのが私の先祖だったのはね。どうめき、先祖、初代って言ったな、文代ちゃうな、幸子だったっけ、千代だったっけ。あ、そんなとこ出てくるんですか。幸子、さえ、いやー、幸子じゃなかったんか、幸子じゃなかった、幸子じゃなかった。となると思うんですよね。だから、サチヨではない、サチヨではない。確か、八重かな、八重って読むか知らんけど、八重の桜。ぐわーく、さあ、こんなものを持っているとは。しかし、ただではすまさん。ちょっと待って、サエ？いや、サエ？ん？え？まだだ、まだ終わるわけにはいかん。なんだ？やえやえにしてやったのか？やえだけにな。さえ、嘘。さえを守れなかった。一緒に出るって約束したのに。これトゥル？本当にこれトゥルか？その後、私は泣き疲れて気を失ってしまった。目が覚めた時、私は自分の家のベッドにいた。夢だったのだろうか。いや、そんなことはなかった。母が言ってた。サエが行方不明になっているらしい。どうやらあの廃墟での出来事は本当のようだ。私はどうやって帰ってきたんだろう。私はサエを助けることができないまま帰ってきてしまった。これがトゥールな。
え、これでトゥル、あの時あのサエじゃなくて、いやいや弥生じゃなくてサエが突っ込んでいたらどうなるかは知らんけど、かゆうちなんかな。いやでもあの演出があるけん、お前どう、お前神崎かっていう演出があるけん、あれは多分弥生だとと思うんやけど、それにしたって、え、これがトゥルな、嘘、マジでこれトゥルな。でもこんなスタックロールが流れるってことはトゥルなんかな。はい、というわけでこの樹木完結ってことになるんかな。トゥルなんかな、本当にトゥルなんかな。もうトゥルっていう終わり方じゃないよ、本当のトゥルではないよ、こんなちょっと悲しいトゥルやな。くそ、サエがやられた。はい、そうですか、わかりました。トゥールっては出てこないのですか。最後までプレイしていただきありがとうございました。嘘、本当のトゥールなんこれ。え、さえ、必ず助けに行くから待ってて。トゥルーエンド。懺悔って読むかこれ。なんかそういうなんか罪滅ぼし的な意味のやつよな。はい、というわけで今回樹木完結であります。おめでとうございます。いや、実は俺知ってるんですよ。何をかって？樹木に続編があること。樹木の公式サイトにすでに載っていたんですよ。続編があるって。で、その続編は樹木のトゥルーエンドから繋がる話やって。ってことはだよ。樹木の、この続編の樹木の主人公は多分弥生なんだろうな。弥生がサエを助けに行くってストーリーで多分これの続編は出るんだと思う。これは楽しみになってきた。あったこれは本当楽しみになってきた。絶対やるぞ、樹木の続編。いつ出るかわからんけど、確か作者さんは制作中って言おったな。多分そうだったと思う。これは楽しみで仕方ありませんね。謎がまだ残っとるもんな。謎がなまだ残っとるっつうか、だって神崎家に関しては何も触れられてないじゃないですか。神崎弥生って人物は何なんですか。あの先祖は何かあるんですか。弥生に関しての弥生の能力に関しての謎がまだ多すぎますよ。最後のあの黒いやつ撃退するときに光ったやつは何なんだ。神崎家って何なんだ。俺はそれは知りたい。だから続編もやるぞ。樹木面白かったしね。はい、というわけで今回はこの辺で。もしあの時サエを選んだりとか、俺の選んでない選択肢が気になる場合はこのゲームをプレイしてみてください。ちょっとそっちの方はやりませんので、樹木楽しいんでちょっと自分でいろいろやってみるっていうのもありがたも思いますんで。というわけで今回はこの辺で、本当にお疲れ様でした、樹木。というわけで、週上げ。